福田礼子とぶきは日本の医師、教育者、社会事業家、熊本市名誉市民。略歴は以下の通りハンナリデルが創立したハンセン病病院海春病院は枝ハンナライトの時代であったが国の方針ですべての外国人はスパイだという目で見ていた。経済的にも経営は困難であると評議員の福田礼子とぶきは閉鎖しようと発議した。 福田は生産人代表となり、神戸に出かけ CB、ケネス、上田城、福田玲子とぶきで生産人会議を開いた。患者は九州療養所に引き取ってもらい、当座必要だろうというので九州療養所に6万円、寄付、その外に、土地建物は日本来予防協会、土地7135.9坪、価格約7万円を寄付した。 後日細川家から土地を返してくれと言われたが、どうしようもなかった。大学を、はじめいろいろな職場から授業を頼まれている。本職の産婦人会としては、熊本大学では山崎学長をはじめ専門家が揃っているし、ドイツ医学が主流時代であり、福田は行わなかったが、看護教育とか道徳教育などは、精力的に行った。 英語会話を第五高等学校から頼まれた時は第一時間目を希望し、その後自分の病院で産婦人科の仕事をした。薬学専門学校は文部省から終身がないと言われ、彼が教育を頼まれたという。名誉市民、熊本市公式ウェブページ、2009年3月7日、閲覧、小川奈福田玲、ことぶき UA 泳媒歓を読む。 熊本大学学術リポジトリ公式ウェブページ2009年3月7日閲覧熊本 YMCA60 周年記念ページ熊本 YMCA 公式ウェブページ2009年3月7日閲覧熊本日日新聞100年種の証言福田玲ことぶ基氏と語る熊本日日新聞1971年全国書誌番号 7301万7539。100年の証言委員、ユーカリの実を待ちて、内田守編、リデルライト記念同人ホーム熊本日日新聞、100年史の証言熊本日日新聞社1971、ハンナリデル福田病院。ありがとうございます。